ここは JR 東日本東海道本線の品川駅です。本日は常磐線の特急列車日立号に乗っていきます。皆様この切符を見て何かおかしいと思いませんか？いや、思わなかった方はですね、引き続き動画を見ていただければ何がおかしいのかわかるはずです。特急日立1号6時45分発いわき行きに乗車をいたします。1号です。本日は2021年の8月の28日でございます。2021年8月8日で一番最初に走る常磐線の特急列車というわけでございます。9番線の特急日立ときわの乗り場に降りていこうと思います。私ですね、18切符の旅で常磐線に前区間乗ったんですね。あれめちゃくちゃ常磐線疲れたんですが、また常磐線に乗りに行く羽目になってしまいました。しかし今回乗る列車は特急型車両ですので、全車クロスシートとなっております。クロスシートって本当にありがたいですよね。普通電車は全部ロングシートとかボックスシートとかで地獄ですが、全然この電車は快適な電車というわけでございます。特急日立1号と書かれております。 E657 系です。2012年の3月に営業運転を開始した割と新しめの列車でございます。これはグリーン車ですが、もちろんですねお金がないので普通車に乗ろうと思います。グリーン車の座席今見ていただければ分かったと思うんですが、結構豪華でしたよね。対して普通車はこのような感じですが、いやでもしかし結構綺麗でいいですよね。全車は指定席の特急列車なので事前に予約をしてあります。4号車6番 D 席です。4号車6番 D 席に座りました。しばらくするとっていうか、乗り込んでからすぐ品川駅をこの列車出発いたしました。品川駅を出発です。早速 E657 系の座席の紹介をしていきたいと思います。普通車の紹介ですかね。普通車とはいえ結構ねふわふわです。座席は最初座った時、これ間違えてグレー車に乗り込んじゃったんじゃないかって思ったくらいふわふわでした。そしてテーブルがついているのが何よりいいですよね。ご飯とかを食べられます。そしてリクライニングの紹介ですが、結構深く倒れます。こんなに倒れます。本当にね快適ですよ。全然普通車でも全然満足できます。というのは結構速い速度で走っているんですが、音を聞いていただければわかると思うんですが、全然音しませんよね。静かです。そして揺れもすごく少なかったです。もう一度言わせていただきますが、この列車は品川駅を出発、この後流れます放送によくご注目ください。この列車は特急日立1号いわき行きです。途中東京上野土浦友部。この電車の座席の上にはこのような緑色のランプがついております。緑色だけじゃないんですがね、このランプの意味を説明していきたいと思います。まず緑色のランプはですね、もう予約は完了しておりますので、どうぞお座りくださいという意味の、ランプでございます。そして黄色が光る場合がございます。このランプは、黄色はですね、まもなくお客様がその席に乗ってきますという意味のランプでございます。また、赤のランプがつく場合もございます。これはですね、お客さんがその席に誰も、予約をしていないという意味でございます。なのでその席は空席ですという意味を表します。列車は高輪ゲート駅の横を通過。山手線と並走しておりますがね、山手線の方が若干スピードは速かったですが、さっき、しかしやっぱりね、山手線はちょこちょこ、駅に止まるので、特急日立号がぐいぐいと抜かしていきます。次の停車駅は東京駅です。品川発の特急列車って結構ちょこちょこ止まりますよね。停車駅は品川、東京と、在来線とあんまり変わんないくらい東京までは停車していきます。もちろん新橋は通過しますけどね。品川東京間はですね、このようなビリがたくさんあるところを走ります。結構ねこの区間は乗っていて心地の良いところです。先ほど言いましたが、この区間ですね停車駅が多いので、そこまではスピードは出しません。結構このように遅いんですね。在来線とあんまり変わらないくらい遅い。この特急日立号の標定速度はですね90キロ軽く上回っておりますが、この区間はこのように遅いですよね。明らかにこれは90キロを出していないと思います。ちなみに標定速度は90キロというのはですね、 JR の、在来線特急の中ではですね結構速い部類に入れそうです。あちらの方に少し駅が見えてきたと思います。この駅はですね、新橋の駅でございます。この電車は結構街の新橋駅はもちろん通過いたします。新橋なんかに止まっていたらねちょこちょこ止まるんで、もうそんな特急じゃなくて在来線になってしまいますからね。東京に到着いたします。新橋駅を通過していると、自動アナウンスでですね、まもなく東京に到着いたしますというアナウンスが流れ始めてきました。列車は新橋駅を完全に通過いたしました。
先ほど言い忘れましたが、特急トキワ号の停車駅の話ですが、日暮里駅をね、一部の特急トキワ号が停車するそうです。京浜東北線の快速でも通過するような駅を特急トキワ号が停車するわけでございます。本当に品川あたりは、結構ちょこちょこ特急列車は止まるわけですよ。この建物は東京国際フォーラムかな、そうですよね。今のが有楽町の駅です。実はね、前、知ったんですが、有楽町駅と東京駅ってね、なんかビルとかでいろいろ行くとですね、外に出ずに、行くことができるわけです。つまり東京駅と有楽町駅はつながっているわけでございます。面白いですよね。東京駅と有楽町駅は同じ駅というわけでございます。違いますけどね。あそこに東京駅のレンガが見えてまいりました。この列車は間もなく東京駅に入線するわけでございます。入線しました。このね、東京駅は本当にビルがたくさんあって楽しいですよね。これは10番線かな、ちょっとわかんないんですが、列車は東京駅に到着いたしました。6時53分の東京駅に出発するはずなんですが、あれでもね、6時53分にもう多分なってるはずなんですが、なかなか出発しませんね。どうしたんだろう。まあでもね、この日常磐線がちょっと遅れていたので、この遅れの影響でずっと止まっているのかもしれません。ちょっとそれはどうなのかよくわかりませんでした。先ほどね、このホームを10番線と言った気がするんですが、ごめんなさい、8番線でした。この8番線ホームにはですね、このような昔からある特急日立ときわ号という看板がございます。これ多分昔からありますよね。フォントが古いので、8番線ドアが閉まりますとアナウンスが鳴りました。ドアが閉まります。次の停車駅は上野駅です。列車は終点のいわき駅に向けて出発いたしました。遅くなりましたが、ここで E657 系この特急日立ときわ号で使われているこの列車の車内設備の紹介をさせていただきたいと思います。5号車がグリーン車となっております。普通の通勤型車両とか4号車と5号車がグリーン車ということになっておりますが、この特急型車両 E657 系は5号車のみがグリーン車ということになっております。全部でですね、10両編成の列車でございます。これを見ていただければわかると思うんですが、トイレがね、全部の号車についているわけじゃないようですね。ゴミ箱は全部の号車につけられております。もう本当にゴミ箱があるのがありがたいですよね。ゴミとか持っていたらすぐに捨てられます。次は洗面器の紹介をさせていただきたいと思います。これはトイレですね。トイレの横にこのような洗面台がございます。結構綺麗ですよね。結構高級感のある洗面台となっております。ここにはですね、トイレがつけられております。トイレの紹介もさせていただこうと思います。誰でも使えるようなトイレになっております。和式トイレではなく洋式トイレです。もちろん普通の通勤型車両のトイレよりも全然綺麗です。今ですね、上野駅を出たあたりですが、上野駅から本格的な常磐線になります。本格的な常磐線の線路にただいまこの列車入っていっております。上野駅を過ぎたあたりからね、結構速度が上がってきました。上野まではね、結構ちょこちょこ止まるので速度が遅いんですが、ここから先は結構速度が上がってきました。この特急日立号はですね、通常であれば、上野駅を出ると次は水戸駅ということになっております。結構ね、長いですよね。上野の次は水戸っていうのはね、特急日立号は停車駅がすごく少ないです。ただしこの特急日立号はですね、上野の次は、水戸ではなく友部です。友部に止まります。ただ今北千住駅を列車通過しております。ものすごいスピードで通過しますね。北千住駅の常磐線のホームってホームドアがないのに、こんなスピードで通過しても大丈夫かって思っちゃうくらい速いですね。本当にこの列車は速度が速くて停車駅が少なく、とても乗っていて楽しい在来線特急列車です。このように常磐線各駅停車の駅はビュンビュンと通過していきます。ちなみにこの特急ときわ日立号の車内販売がございます。新型コロナウイルスの影響でですね、7月12日まで車内販売はなかったんですが、7月12日から車内販売が再開されました。特急日立ときわ号は所要時間が長い特急列車ですので、まああった方がいいですよね。車内販売はまもなく橋が見えてくるはずです。橋を渡りきるといよいよ千葉県に入ります。見えてきましたね。この橋で、渡りきると千葉県に入ります。これはね、荒川かな、荒川かどうかちょっとわからないんですが、もう千葉に入ったかな。多分もうこれ千葉に入りましたね。千葉県に入るとすぐに松戸の駅が見えてきます。ただ今松戸駅を通過しております。ホームから見るとこんな感じです。このように結構速いスピードで通過しますよね。これ危ない、本当にこれすごいスピードで通過していきますよね。ホームドアをつけた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。左側に東武の車両が見えますので、これは柏の駅じゃないかなと思います。柏もね、結構大きな駅なんですが、通過いたします。特急日立号が柏駅に停まるものもね、一部あるんですがね、ほぼほぼ全ての特急日立号は柏駅を通過いたします。この駅はですね、安孫子駅じゃないかなと思います。安孫子駅も容赦なく通過。いや違いますね、これ多分砦ですね。砦駅です。ただいま列車は砦駅を通過しております。砦駅を出るとですね、常磐線各駅停車はなくなりますので、複々線から複線へと変わります。
変わるのは線路だけではありません。景色も変わります。砦の駅を出るとガラリと雰囲気が変わり、このような畑があるところを走行するようになります。砦を出ると常磐線はずーっとこういう景色ですね。ただいま砦富士城間を走行しております。砦富士城間には面白いものがあります。デッドセクションです。もうすぐでデッドセクションの標識が見えると思います。これです。今見えましたかね。この赤と白の標識がデッドセクションに関わる標識です。これは河川敷間標識というもので、デッドセクションが始まる位置に置かれている標識でございます。ちなみにデッドセクションのことが何が何だかよくわからない方は、こちらの動画をご覧ください。こちらの動画で詳しくデッドセクションについて説明をしております。どうぞご覧ください。例えばデッドセクションを走行しておりますが、車内の電気はもちろん消えません。なぜならこの E657系はですね、新しい電車なので車内にバッテリーが積んであり、電気が消えるということはないのです。ただいまこの電車は富士城駅を高速で通過しております。ただいまデッキにいるわけですが、デッキだからということもあり結構音がうるさいです。常磐線内での異音の確認の影響で、砦から品川駅間の上り線の一部列車に遅れが出ておりますと書かれております。この日はですね、常磐線が遅れておりました。まあでも遅れてると言っても5分程度ですがね。まもなく土浦に停車いたしますというアナウンスが流れ始めました。この特急日立1号はですね、土浦駅に停車するわけですね。普通の特急日立号はですね、土浦駅は通過いたしますが、この特急日立1号はですね、土浦駅に停車するそうです。結構待ちですよね。あちらの方にちょっと背の高いビルなどがございます。これは2020年のデータですが、土浦駅の1日の乗車人員はですね、1万1000人でございます。年々減少傾向にございます。2000年はですね、1日の乗車人員は2万1000人とかそんなもんでしたが、年々減少しております。土浦駅に入線いたしました。この列車は土浦の次は水戸のはずですが、土浦の次は東部に停車するそうですね。途中東京上野土浦東部、ただいま停車駅の放送に友部とあったのはわかると思います。この電車は特急日立号です。特急日立号は普通はですね、友部駅は通過するんですが、この特急日立1号はですね、なんと友部駅に停車するそうですね。なぜ友部駅に停車するのかは、この動画を最後まで見ていただくとわかるようになっております。最後までご覧ください。ここでですね、この特急日立1号の切符を買うシーンを一度ご覧ください。停車指定の特急ですので、指定席というボタンを押します。在来線特急、在来線というボタンを押して、そして特急日立時矢の項目を選び、品川から友部まで買おうと思っております。友部というボタンを押しまして、日にちを設定しようと思います。乗車日は2021年の8月の28日土曜日です。朝の6時です。早いですよね。そしてですね、こちらです。特急日立1号、日立なのに友部に泊まると書いてあるという面白い光景となっております。普通はこのような光景は見ることはできません。特急日立号が東部に停車するという面白い列車ですが、結構ね、空席がありまして全然ガラガラでした。で、最も空いていた号車が4号車でしたので、私は4号車に乗りました。こんなに空いております。気になる料金ですが、乗車券と合わせて3560円です。品川から東部までね。グリーン車に乗るともっと高いと思います。5000円くらいするのかな、ちょっとわかんないですが、このようにして切符を手に入れました。領収書も発行しました。土浦駅を出るとさらに雰囲気が変わりました。このような景色に なりました。ちょっとね、街から離れたところを走行しますね。山もちょっと見えております。天気が良くてとても景色がいいですね。ただいま聞こえましたかね、まもなく東部に停車いたしますというアナウンスがかかりました。列車は東部駅にただいま入線するわけでございます。これは面白い光景ですよ。普通、通常ならですね、特急日立号はですね、ビンビンとこの友部駅を通過しますからね。こんなに速度を落として友部駅に入っていく特急日立号などとても珍しいんです。これは面白い。友部駅に本当に停車してしまいました。ドアが開きます。特急時矢号の間違いではないかと思うかもしれませんが、違います。本当にこのように特急日立1号いわき行きと書かれております。 E657系のイラストも書かれております。ドアが閉まります、ご注意くださいという放送が流れまして、特急日立号のドアが閉まりました。そしてゆっくりと東部駅を出発いたします。それではお待たせいたしました。なぜこのようなことになったのか、特急日立号がなぜ東部駅に停車することになったのか、これから説明をしていきたいと思います。
この動画の最初の方でも申し上げました。本日は2021年の8月の28日でございます。これはですね、JR 東日本水戸支社の、サイトでございますが、2021年8月のですね、臨時列車の運転の、予定をですね、書かれているサイトでございます。ご覧ください。8月の28日、本日ですね、東本駅に臨時停車をするとのことが書かれております。そのためですね、2021年本日8月28日は、特急日立号がですね、東本駅に臨時停車するということになったわけです。なぜですね、東武駅にわざわざ停車するかというとですね、それにはちゃんと理由があります。ここにちゃんと書かれておりますが、東京品川方面から、東武駅周辺にあるゴルフ場にアクセスをするために便利な列車として、運転がされているわけでございます。すべての特急日立号が停車するわけではありません。ここに書かれている日にちの、特急日立1号のみが、臨時で、東武駅に停車するというわけでございます。全然関係ないんですけど、すごくね、この日面白いことが起きまして、このような臨時列車とかちょっと珍しい電車が走ると、必ずね、2人以上はですね、鉄道オタクという人がね、現れるんですが、鉄道オタクは私しか、多分いませんでした。他はですね、なんか本当にゴルフに行こうとしている人ばかりでしたので、あんまりね、鉄道オタクっぽい人はいませんでしたよ。これはレアですね、逆に。ということでですね、ここら辺で動画を終わりにさせていただきたいと思います。本日もご視聴誠にありがとうございました。ちなみにこのチャンネルはですね、チャンネル登録者数1000人を目標にしておりますので、チャンネル登録ボタンを押していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。